本当はカマちゃんにも入ってほしいぐらいなんだけどね。かぶりで入ります。音、声、はい、うん、言います。うん、まあ、まあもし何かあったら、うん、喋りたいこともあるかもしれないが、ないです。一応ね、スミヒコのヤバい帝国。ヤバい帝国。はい、はい、本日は、お忙しいお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、日付で言うといつでしたっけ、25ですかね、6月25日、うん、はい、ちょっと収録のさせていただいてるんですけれども、本日ちょっと私から、視聴者の皆さん並びにスミさん、鎌田君に向かってちょっとご報告がありまして、時間を取らせていただきました。これちょっと誰にも言ってないんですけれど、そうですね、ちょっと緊張して、まず最初にちょっと知っといてもらいたいんですけど、私はですね、1999年にですかね、青山学院大学っていう大学卒業しまして、まあ、経営学科っていう、まあ、あまりそんな、なんていうんですかね、大それた学科ではないんですけれど、一応まあそこは、なんていうんですかね、スミさんも、スミさんは上智大学っていうところ出られてると思うんですけれど、一応出てはないミッション系というかね、うん、それちょっとなんていうんですかね、外国の文化に詳しいっていうところがあって、まあ僕実は高校の時からあんまり勉強してなかったものですから、なんかその受験勉強とかもあんまりしておりませんで、まあただちょっとそういう英語とかね、まあその国語、いわゆるまあ文学とかそういうに関しては、まあ割とその字で自信があったもので、なんかそういう系の大学だったら入れるんじゃない、学科だったら入れるんじゃないかなと思って、まあ、受けて、まあ、無事結構、ね、受験の時は僕は団塊ジュニアって言ってね、人口が多くて、大学がなかなか入りづらい時に、まあ、18歳で入れて、まあ、現役で入れたら、まあ、なんかあすごいねみたいな感じで、それから私今もう25年ぐらい経ってますね、卒業してから。はい、で、まあちょっとそれをちょっとここに置いといて、でその後僕出版社に入ったん で結構ね、難しい出版社で、難しい出版社っていうか変わった出版社で、校閲って皆さん分かりますかね、校正 のそういう文字チェックとか、すごいちゃんとやるようなね、なんか文芸とか そのポルノなんですけど、そういうのにもうるさい編集部に僕10年ぐらい勤めてたので、分かった、言いたいこと。ね、そういった意識はかなり高い人間だということを。気づいてたよ。ちょっと待ってよ。そういう方向なのかと思ってた。はい、それで行きます。行きます。すみません。報告がありまして、23日でしたっけ。はい。23日金曜日ですかね、木曜日かな、木曜日にヤバい帝国 の T シャツを販売させて発売させていただきまして、でまあその20日ぐらいからね、イベントでも販売させていただいて、ものすごい皆さんお買い上げいただいて、すごいありがたいなと、まあ、こんなにね売れると思ってなかったんで、ちょっと発送とか大変だなとか思いながら、発売日は一生懸命発送とかしてたんですけど、実は今発送を一回止めておりまして、どうしようかなっていうのをちょっとお二人に相談してから続けようかなと思ってるんですけど、私あれわざとやってんだと思った、エンパイアでしょ。ツイッターで、うん、お便りいただきまして、あるとある方から、はい、エンパイア間違ってるよって言われまして、まさかね、私もこういった形で
M でしょ。はい。うん、皆さんどのぐらい お気づきだったんですかね。私だけですか、気づかなかったのは。皆さんお気づきだったんですかね。私気づいてた。どの段階でお気づきだったんですか。あのデザイン見た段階で。なんでその段階で一言も言った気でいたわ。うん、わざとやってんのかと思った。そのどういう意図でこれわざと。いや、なんかあの可愛げ、うん、外してんのかなと思って。ということで、うん、文字ミスってます。割と一番でっかく書いてある文字ミスってまして、これちょっとなんていうか、すいませんでした。これどうすればいいですかね。なんか私その帝国ってこう言うのが恥ずかしいっていうかさ、なんかこうお茶目な感じでやってんのかなって。それで通せます。それで通せます。今後もだからずっと N のエンパイアで行くんだと思ってる。マジでそれでいける、うん、あのグレイみたいな感じですか。あ、あれ、あのボーイの王がこうなってるみたいな。違う、あの グレイって言うじゃないですか。グレイテールとかの、うん、あれってスペル違うんですよ。あれわざとらしいんです。ああ、わざとね。デザインですよね。デザインですよね。だって、光悦やってた人が間違える。間違えるはずないじゃないですか。デザインですよ。デザイン、デザイン。恥ずかしい。ちょっと、いかはね、ヤバ亭のね、コンテンツ、はい、文字脱字多いといえど、はい、T シャツは間違いないですもんね。すごいびっくりしたのは、結構ね、2枚とか買ってくれるんですよね。うん、どうしようと思ったよ。大丈夫だよ。大丈夫、ずっとこれでやればいい。うそ。直したら間違えちゃう。エンジャパンみたいな感じでいいじゃないですか。はあ、ありがとうございました。すいませんでした。すいませんでした。終わり。とりあえず終わり。終わりです。はあ、恥ずかしい。呪いですね、呪い。これね、多分あれだと思うんですよ。あのちょっと前にスミさんと一緒にあのドイツの霊媒師っていうか、そういうスピリチュアルの人にね、僕パッと言う、ね、映った瞬間に、うん、あなた注意してって言われた、うん、あれの直後ですよ。そうなんだ。これが発覚したのが。ああ。嘘。俺めちゃめちゃせっせと発想してて、でそのメールが来て、あのすいません間違ってまして、治るんだったら治ってから買いたいんですけどっていうお問い合わせが。違う、最初に来たのはもう吸ってますかっていう。いやめちゃめちゃ吸ってます、吸ってるし、すみません来て写真とか撮ってるから。いや、やっぱりね、難しいですね。これで行こう、これで行こう、うん、はい、ということで今後はこういう、本当にそれでいいのかな。まあ、コメントちょっとお待ちしてます、ね、はい、とりあえずこの T シャツはこの T シャツで、はい、あ、そうなんですね。じゃあ、あのね、あのこれ見て急いでキャンセルしたいっていう人は連絡いただければと。あ、そうですね、そうですね、そう、じゃあそこはね、うんうん、あの私のあれで責任で対応させていただきますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。すいませんでした。すいませんでした。え、直したんですか。だからキャンセルしたい人はさ、そう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 、貴重な初期版になるかもしれない。そうそうそう、貴重な初期版。なんか嫁さんに言った時もそう言ってた。これはこれで珍しいところなんじゃない。
だからちょっとコメントでご意見いただいて、はい、そうね、すごいね、僕について叩きたい人って結構いるじゃないですか、うん、あのヤバい帝国見ていただいてる皆さんの中でもやっぱスミさんについてるなんかこの邪魔っ気なものはなんだみたいな、なんだこのヘラヘラしてる男は笑い方が嫌だとか、ね、そうね、あの呼吸がうるさいとか気持ち悪いとか、ペイスティングが嫌だとか、そうですね、うん、叩くなら今です。今ならあの 100% の力であの僕謝りますんで、皆さん、ご意見ご感想コメントの方でお待ちしております。